橋が崩落して奈落へ。危ないところでしたね。だがこれでもう人間どもも追ってこれないだろう。おいシルバー、セビク、ビリア、バウル、クリム、監督生、卵様はご無事か。さっきの地震で岩が転げ落ちてきて危ねえところだったけど、俺様と子分が守ってやったんだぞ。感謝しろ。ふん、貴様らにしてはなかなかの働きじゃないか。褒めてやろう。相変わらず偉そうなやつなんだぞ。ところでセベク、おめえなんか別れた時と服が違くねえか。うん、気づいたかグリム。見ろこの素晴らしい装備を。バウル様に認められ特別に王宮近衛兵の装備を賜ったのだ。夜の森のような深い緑、そして肩には茨の国の門。なんと素晴らしい衣装か。やけに静かだ。おい聞いているのかグリム。ってすごく遠くにいる。チンタラしてると置いていくんだぞセベク。こら貴様ら、せっかくこの装備の素晴らしさを語っていたというのに。待て、ちゃんと僕の話を聞け。